皆さんこんにちは。今日は私がおしゃれだな、真似したいなって思う映画やドラマを紹介していきたいと思います。はい、今日はですね、映画やドラマを紹介するんですけれども、今日は私が、アメリの洋服を使ってその主人公たちになりきりたいと思います。結構小物とかも持ってきて変身したいと思うので、ぜひ見てください。まず1作品目はレオンです。レオンはですね、観葉植物しか友達がいない、孤独な殺し屋と孤独な少女の友情や愛情を描いた作品なんですけど、作中に出てくるマチルダっていう女の子がすっごくおしゃれで、結構もう見ている方は多いと思うんですけれども、彼女のファッションを真似したりとか、その時すごい増えたなって。では今からマチルダに私は変身していきたいと思います。はい、できました。ガチマチルダ。これはアメリの中でも私しか変身できないであろう、このボブヘアに前髪はウィッグをつけました。じゃん。ちゃんと拳銃も買ってきました。マチルダのトレードマークは何といっても、この髪型と、あとこのチョーカーですね。このチョーカーは、Amazon でいくらだっけ、400、500円ぐらいで売ってたの買いました。はい、で、アメリのアイテムがこのブルゾンなんですけど、こちらはちょっと次回にまた詳細をアップしたいので、あんまり今詳細は言わないんですけど、すごく可愛いでしょ。このブルゾンも新作になります。マチルダは常に殺し屋に追われていたりとか、悪党から逃げ回っていたりするので、こういうちょっとラフなね、逃げ回れるような格好がすごく多いのが印象的でした。これで悪党をやっつけたいと思います。では次いきます。続いて2作品目に行きたいと思います。2作品目はアメリです。アメリはですね、アメリの、名前の由来になったんじゃないかって結構ファンの方とかもすごく憶測で言われるんですけど、全然アメリとは関係ないです。でアメリも私実は大人になって最近見たんですね、初めて。で、見てすごい可愛いなと思った。アメリを立ち上げる前は見たことが実はなかったんですね。でアメリの映画の良さはですね、アメリ自身がすごく空想好きな女の子で、結構内向的な性格なんですけど、アメリがいろんな人と出会って、その人たちにいろんな仕掛けをすることによって周りの人をハッピーにしていくっていう映画になるんですけど、彼女の中の空想だったりとか、あとファッションや表情、仕草だったりとか、あとインテリアまでもすっごくおしゃれで、これは本当に参考にできる映画だなと思います。では今からアメリになりたいと思います。はい、アメリです。アメリの服を着てアメリになりきってみました。では今回は、アメリはですね、赤、黒、緑が結構多くて、今回は赤と黒を基調にアメリのコーデを作ってみました。フランスパンも買ってきました。アメリはですね、マチルダの髪型と全くほぼ一緒だったので、すごく作りやすかったです。で赤と黒を基調にコーディネートを組んでみたんですけど、ちょっとアメリの特徴、ファッションの特徴はヴィンテージだったりとか、そういうちょっと柄っぽいのが多かったので、アメリの柄のスカートで表現してみました。はい、で3作品目はエミリー・イン・パリスですね。エミリー・イン・パリスはですね、もう最近本当に去年公開されたネットフリックスのドラマなんですけど、シカゴに住むアメリカ人の女の子がお仕事でパリに行くっていう映画なんですけど、アメリカとフランス人の違いだったりとか、仕事の仕方だったりとか、すごくその行った時はフランス人はすごく意地悪なんですけど、だんだん彼女の可愛い性格だったりとか頑張ってる性格を見て、みんな応援してくれるみたいな映画なんですね。で本当にこれはね、内容よりも私はもうファッションが可愛くって、アメリカのニューヨークとやっぱパリのファッションの違いっていうのがすごくそこで垣間見えて、本当にエミリーは色とりどりで
で彼女はミニスカートだったりとかミニなアイテムがすごく好きなんですけど、まあ、それの影響かは分かんないんですけど、今年の流行はミニスカートとかショートパンツなんですね。今から私はエミリーになりきりたいと思います。はい、エミリー・イン・パリスです。エミリーになりきってみました。エミリーはショートパンツやミニスカートが多かったので、久しぶりにショートパンツを履きました。印象的だったのがベレー帽だったりとか、あと緑とか原色系のカラーをすごくエミリーはよく使ってたので、今日は緑と、ブラウン縛りでコーディネート組んでみました。で、またスカーフとかもすごくたくさん巻いてたので、スカーフもちょっと巻いてみてます。このチェーンが取り外すことができて、普通のサンダルとしてもいけるし、チェーンつけてちょっとチャームっぽく履いていただくこともできます。最後はですね、私が愛してやまないセックス&ザ・シティです。私のね、ずっと仕事のインタビューとかでもたくさん憧れの人だったりとか、目指してる人は誰ですかとかってよく聞かれるんですけど、私はいつもキャリーブラッドショーを答えます。キャリーはですね、私が本当に10代の時からドラマをもう前半もう何回見たんだろうっていうぐらい、シーズン1からシーズン8ぐらいまであるかな、を全部リピートで8回以上見て、ニューヨークのライター、有名なライターの彼女がたくさんの恋愛をして真実の恋を見つけていくっていう、まあちょっとラブストーリーにはなるんですけど、本当にキャリーはいろんな男性と関わりを持って、結局最後はっていうところのお話なんですね。で、そのキャリーはですね、どっちかっていうとすごい自立した女性で、自分のお金でブランド物を買ったりとか、給料の大半を結構ファッションにつぎ込んでるんですけど、本当にキャリーのファッションだったりとかライフスタイルが素敵で、お家もとっても可愛いんですね。で、彼女の周りの親友、3人の親友たちもそれぞれ全然違うジャンルのファッションをしていて、いろんなファッションが楽しめるっていう本当に素敵な映画、ドラマなので、ぜひ皆さん見てください。では今から最後にキャリーに変身したいと思います。タラーン。はい、最後は私が愛してやまないキャリーブラッドショーに変身してきました。これは、どんなシーン、キャリーは結構いろんな本当にファッションをするので、これって言ったものは特にないんですけど、今日は最後の本当にラストのシーンで着ていたキャリーの恋人のビッグとのツーショットのシーンですね。このチュールのグリーンのスカートがすごく印象的だったので、ちょうどアメリにもこのスカートがあったので最後のラストシーンを表現してみました。で、腕にはねショールみたいなファーつけてたんですけど、それをちょっとあえてスカーフで変化を持たせてみました。キャリーはリップは赤っていうよりはちょっとベージュ系の色味が印象的です。今回はそれぞれ主人公に合わせてメイクやヘアも変えてみているので、ぜひ皆様変化に気づいていただけると嬉しいです。はい、皆さん4人の主人公になりきってみました。皆様いかがだったでしょうか。まあ、全然違うよとか似てないよとかっていう意見きっとあると思うんですけど、あくまで、習慣的な、モノマネコーデなので、お手柔らかに。それでは皆さん、バイバーイ。